おい、もう消えた。消えちゃった。また消えちゃった。回線落ちていなくなっちゃった。はい、どうも、うなぎです。本日は、絵を描いていこうかなと思いまして、で、今10月になったんですけど、10月といえば何かわかりますか？はい。わかってないか。わかってない、わかってない。わかる？あ、わかる？おー。ひろさんだけではわかってないの。落ち込んでる。ひろさん。ひろさん落ち込んでる。ひろさん、ハロウィンだよ、ハロウィン。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 10月といえばハロウィン。知ってるよ、そんなこと。いいで。あ、分かってた？もしかして。いないいない。ばー。はい、ということで、まあ、10月末、10月30日に行われるイベント、ハロウィンに向けて、今日はカボチャの絵を描いていこうかなと思います。じゃあ、まずは見本じゃないけど、俺がカボチャの絵を描いていこうかなと思います。まあ、絵を描くのは得意なので、まあ、ただ、スプラの絵って言うとね、ちょっとね、難しいよね。スプラの、なんだろ、ステージに描く絵ってのは難しいんだけど、まあ、個人的に絵は得意なので、カボチャを描いていこうかなと思います。はい。まずは形を描きました。なんかギザギザだな。なんかギザギザ。で、ここから、口を描きます。で、目を描きます。はい。どう？スライムじゃん、これ。スライムじゃん。どう？二人とも。そんなにいい評価じゃなかったみたいだ。首をかしげてる。うでちゃん、なんか絵下手すぎて僕ショックなんですけど。なんかちょっと見損なったわ、下手っぴで。もっと上手く描ける方いますか？もっと、俺よりうまく描ける方、おりませんかね？いたら手を挙げてください。いた！描ける？ひろさん。ひろさん、カボチャの絵描ける？お、なんかすげえやる気満々だ。ちょっとこれ任せてみようか。はい、ということで、ひろさんがカボチャの絵を描くみたいなので、見守ってみましょう。インクの色がね、オレンジで、ね、ちょうどいい。かぼちゃにちょうどいい色してる。あ、形描いてんのかな？あ、うまいうまいうまい。うまい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 。うまいぞ。目とかどうするんだろう？僕の最大のミスはパブロで来てしまったことだ。もうダメだ。ダメだ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 。あれ塗りつぶしてる？あ、これ失敗作だ。失敗作か？失敗作だ、これ多分。なんか、ぐるぐるしてるわ。あー、気に食わなかったみたい。僕、うなちゃんより下手だったよ。ひろさん、そんな落ち込まないで。俺がさ、これ目描けばいいんじゃないの？俺が目を描けば、ほら。どうこれ。な、口も描こっか。口さ、普通にこうだよね。ほら、ほら、ほら。見て見て、見て。かぼちゃっぽくない？おーおー、かぼちゃっぽい、かぼちゃっぽい。すごい、うなちゃんすごい。うまく描けましたね、ひでうさん。あーあー、ひでうさん、うわー、目がなくなっちゃった。ひでうさん、俺らが描いたやつ。やだ、危ない。ああ、ひでうさん落ち込んでる。せっかく描いた、かぼちゃ、落ち込んでる。もう、僕はいいよ。もうダメ。どうしたんだ、ひでうさん。描いたやつ消されたからって、飛び降りようとした。いや、ちょ、それは俺が描いたスライム！俺が描いたスライム消した。腹いせに俺の描いたスライム消されたんだけど。ああ！落ちてった。あれ？ひでうさんどこ行った？いないぞ。あ、いたいたいた、遅刻してきた。遅刻してきたぞ、ひでおさん。社長出勤だ。僕は偉いので、みんなより後に来ました。こっちでさ、絵描いてみようよ、ここね。ここ良くない？ここ。
この大きいスペース使おう。なんかみんな書きたいものありますか？ひろさんは特に書きたいものがないらしい。じゃあ帰れ。じゃあ、お家に帰れ。ちょっと待って。おい、落ち込んで本当に帰る奴がいるか。おい、落ち込むなよ。本当に帰るなよ。帰れって言われたから帰った。好きなの書いていいぞ、ひろさん。動物とかどう？お。お！書き始めるか？何書くんだろう？俺が動物でも書いてみたなって言ってみたんだけど。なんか、線引けましたね。何これ？目？あ、誰か消えた。誰か消えた。誰か消えちゃった、いなくなっちゃった。あ、何これ？ペチ塗りで書いてる。ヒルさん、ペチ塗りで書いてる。顔だ。顔だ。うまい、うまい。うなちゃんの顔書いてよ。なんか目と口書いてる。あ、わかった、じゃあ。俺これにさ、付け足すよ。輪郭書きます。顔の輪郭書きます。今から。共同作業。色も変わるしね。じゃあ、髪の毛を、書いてみました。いいじゃん。あ、囲ってみるか。せっかくだし囲ってみる、これ。どうこれ。ヒルス、どう？あ、さらに書いてる！胴体書いてる！おうおうおう。なんか書いてくれた。ちょっとこっちから見よっか。おお。なんか人？イカ？イカ人間みたいなできてるよ。うなちゃん、とんでもないことになってしまったんですけど。はい、今度はイカちゃんが描きます。ヒデオさんはなんか顔を描いてくれたんですけど、あのイカちゃんは何を描くのかな？おどう？結構がっつりいくな。結構がっつりなんか丸みたいの描いてる。なんだこれ、おにぎりか。おにぎりか。あ、なにこれ？あ、できたん？これなにこれ？栗？栗か？なにこれ？皆さん、栗を描いたみたいです。うまい。あの、せっかくなので、目をつけてみました。目をつけてみました。そして、せっかくなので、体も描いてあげましょう。さっきとあんま変わんなくなっちゃう。待って、見てこれ。栗人間。今度栗人間になった。さっきと本当変わってない。これ見たら、描きたくなるのが僕の差が。もうね。乳首描いたべ、これ。ひろさん、乳首描いちゃダメだよ。乳首だべ。ひろさん、ダメだよ。ダメだよ。なんで、描いちゃダメでしょ、普通。ダメ、ちょっと消しとこう。ちょ、センシシティブに反する。こっち来て、これ見て。僕描いた。お、どうしたの？お、これひろさん描いたの？あ、イカちゃんだ。うまっ。ヒリオさん、うまくね？うまいわ。おいこだよ。あ、こうやれって言ってる。あ、すごい、ほら、似てる。似てる。これ、二つ並ぶと、目になるね。おーい、ヒリオさん。おーい。はい、本日は、ステージに、絵を描いて遊んでいきたいと思うんですけど、まあ前はなんか、うなちゃんの似顔絵だったり描いたんですが、今日はせっかくなので、絵しりとりをしていきたいと思います。絵に自信がある方、いますか？絵に自信がある方。この3人、この3人絵に自信がないぞ。落ち込んでる。じゃあ皆さん、自信がないみたいなので、まずは俺から一つ絵を描くので、それを見て、続き、次のイカちゃんは描いてください。いきますよ。まあね、俺が描きたいのは、あれだね、やっぱ、一番好きなもの。この世で一番好きなものを描こうかなと。まあ、ぶっちゃけ、わかるよね。
目が難しいけど、書き終わりました。猫ちゃんを書いてみました。わかったかな？わかってそうだよね。どう？うまいでしょ？意外と。はい、ということで、次のイカちゃんが今の絵を見て、書いてもらいます。はい、さっき猫だったので、子から始まるものを書かなくては、まあ、俺の絵が下手くそで伝わってないということになりますね。なんだろう、これ。何？あ、わかった！コマだ、これ、コマ！コマだ！俺、わかった、わかった！はい、ということで、まから始まる言葉ですね。多分、コマだと思います。猫、コマの順番だと思うので。頑張れ。四角いもの。いや、塗りつぶしてるな。ま、あ、わかった。枕じゃね？枕だべ、これ。違うかな？枕っぽくない？四角だし。俺が使ってる枕も四角だし、ま、丸まんのか、一応。違うな！違う！ごめん、枕じゃない！わかった！これね、マスクだ。てかさ、ひりおさん、まだどっか行って帰ってこないぞ。ずっと止まってるぞ。さあ、次、くですね。きっとくですね。ここまでみんなわか、てか、パブロで書いてるじゃん、一人だけ。難しくね？いけるか？くだぞ。わかんない、もう何書いてんの、これ。ちょっと待って、これ何？これ何？え、もうさっきのマスクじゃなかったのかな？なんだろうこれ。ちょっと待って。みんなわかってないぞ。おい、ちょっと待って、みんなわかってないぞ、これなんだ？うわ、消された！消されたぞ！なんだったんだ、あれは。次の人かわいそすぎひん。くから始まる言葉で。次の人無理だろ。わかったのかな？え、頑張れ。あ、ついに一筆入れたぞ。わかったのか？それともわからなさすぎて何かを書いているのか？なんだ、これは。なんだ、これは。アメーバから派生したものではないな。なんだ？アメーバの場。アメーバじゃないのか、もしかして。リンゴか？最後のヒデオさんの番になりました。帰ってきましたね、ヒデオさん。何かを、さっきのを見て何かを書くと思います。ちょっとよくわかんない。なんか虫みたいの書いてね。ああ、わかったわかった、これわかったわかった、5から始まる虫。わかった、すーごいうまい。これやだ、これやだ。俺これ嫌い嫌い、やだ、ヒレオさん。俺これやだ、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 できたぞ。これがゴキブリだ。リンゴ、ゴキブリだ。はい、ということで、今書き終わったんですけども、まあ、まず最初に、俺は猫を書きました。で、猫が、最初書かれたので、次、子ですね。コマ書いて、マスク。で、次ね、次が何書いたかは、俺ね、わかんなかったんですけど、雲。雲だったみたい、雲。で、次の子が、何かを書いていました。リンゴだったっぽい。本当にリンゴだったっぽい。なんか、雲と、リンゴで、ここで分かれたね、ここで。ここで分岐点だった。で、多分、リンゴを多分、ヒルさん分かったから、5から始まる。多分、虫だよね、あれね。ゴキブリだよ。ゴキブリ。モナちゃんの友達。俺の友達、ゴキブリじゃないわ。はい、どうも、レイです。今までいろんな絵を描く企画をやってきたんですけども、本日は、絵を使った伝言ゲームをしていきたいと思います。最初に、僕がここにお題を出すので、イカちゃんに書いてもらいます。で、それを、最終的に、どんどん伝えて、絵で伝えてもらって、ヒレオさんに答えてもらおうかなと、思ってます。偉い。あの3人見てないぞ。偉い。
はい、お題は、ぶどうです。ぶどうを書いてもらいましょう。ぶどうはなんか、難しいよな。難しそうだよな。あのね、果物がね、どんどん繋がってるとこ、その絵で伝えるの難しいね、イカの。なんだこれ。あ、でもうまい、うまいんじゃない？うわ、この丸かな？難しい。これ難しいよ。伝えられるか？伝えられるかな、これ。あの、まあ、わかるよ。わかるっちゃわかる。わかるっちゃわかるね、これね。わかったかな？わかったかな？これ何だと思ってんだろう。よし。じゃ、消すので、書いてもらいましょう。頑張ってスクイックリンで、真似して書いてるけど、もうね、原型ないや、これ。本当に原型ない。どうなってるんだ今これは。ちょっと、なんだろうなこれ。エイリアンみたいになっちゃってるな。カボチャみたいになってない？まあ、9大点ぐらいかな。本当に。ギリギリ、ギリギリまだブドウって伝わるわ。さあ、3人目になりました。書いたものを真似して書いてると思うんですよ。で、自分なりに解釈した絵を、これなんだろうなって解釈、付け足して書く。いや、終わったの？あ、待ってか。びっくりした。終わったのかと思った。おい、これなんじゃ？これ、なんじゃこりゃ。おい、これをヒレオさんに答えさすのは、なかなか酷だぞ。かわいそうだぞ。大丈夫か？はい、3人に書いてもらったので、今から、この書いてもらった、最後に書いてもらったのを、ヒレオさんに答えてもらおうかなと思います。ヒレオさん、見ていいですよ。で、ヒレオさん、こっち来てください。僕呼ばれた。呼ばれて飛び出て。呼ばれて飛び出て。じゃ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 ん。考えてるんですかね。周りを歩いて考えてるんですかね。これは難しいぞ。しかもここの塗り残し、ここめっちゃ気になっとるよ。わかってないな。わかってないか。難しいよな。ヒレさんこれ分かったの？すごいすごいすごい、ヒレさん分かったみたい。じゃあ、お答えください。うんち。うんち？うんちは違う、違うだろ。俺食べ物にしたんだけど、これ。ヒレさん。うんち食べ物じゃないよ。うんち、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 うんちブリブリ。うんちだよ。分かったよ。うんち、うんち。これね、ぶどうだよ、ヒレさん。ぶどう。落ち込んでる。いや、これ、ヒデオさん悪くないだろ。これは、これは難しかったよ。